じゃあこのババアを焼きたいと思います。そなのはあふるしつ。こんにちは、すずです。まひです。今日はそな帰ってきたんで、どんぐりとか松葉のクルバって咲いてるんですけど、松葉のクルバを見つけたいと思います。はい、なんでかっていうと、ともくんのお誕生日です。はい、そなちゃんからあげたいものがあるんだよね。松葉のクローバー四つ葉のクローバーね。あるかわかんないけど、とりあえず探してみましょう。はい、ではやってみよう。あるのかな、なんか確率書いてたけどめっちゃ低いらしいよ。見つけたよ。え、もう見つけたの？うん、そうだよ。見して。すごい確率らしいよ。見つかった？はい、そなちゃんが早速開始1分で見つけたそうです。でもそれは四つ葉じゃないね。葉っぱが4枚あるんだよ。4枚、うん、これは3個。はい、次は松ぼっくりを見つけたそうです。あ、こっちもある。どれどれどれ。こっち。お、ほんとだほんとだ、いっぱいあるじゃん。これちょっと見つかるんじゃない？3枚ですね、それは。はい、これね、三つ葉のクローバーはあるんですよ。そなちゃんは完全にどんぐり拾いをしております。四つ葉のクローバー探しは一体どこへ行ったんでしょうか。ないわ、もう見つからない。そなからよし、探そう探そう、クローバー。四つ葉のクローバーなかったね。三つ葉のクローバーだよね。三つ葉のクローバー、三つ葉のクローバー、四つ葉のクローバー、四つ葉のクローバー、三つ葉のクローバー、あー、三つ葉のクローバー、四つ葉のクロー、四つ葉のクローバー、四つ葉のクローバー、四つ葉のクローバー、四つ葉の、四つ葉のクローバー、四つ葉のババー、四つ葉のババ、四つ葉のババ、四つ葉のババでいっか。うん。ブーブー。というわけで見つからなかったので、四つ葉のババを作ったりとか。本当あげたかったんだけどね。暗いとこで光るんだよ。すごいねこれ。ババアってどんな感じ？ま、なんでもいいわ。なんでもいいやね。ババアってな、どんなんだ？パンチパーマみたいな感じ？パンチマンマンってな。どう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 。変でいいよ、もう変でいいんだよ。どう？でもさ、これババアできたけど、四つん葉ってどうなの？どうどうこれ、ほらこうじゃないの、こういうことじゃないの。ちょっと、ね、頭が重いから形が変わっちゃう。早く焼かないと。まーちゃんどうできたわよ。ほらほら、お尻に穴開けちゃおうか。うん、だって牛さんみたいだもん。牛さんみたいだよね。これ喜ぶんじゃないパパ。うん、どういいね。ね、どう、これゾンビっぽいじゃん。ゾンビだよねこれ完全に。ほらどうかしら、これで四つん葉のババア完成。このリングつけるからこんな尻尾みたいになるけどね。どうどうどう、牛みたいね。いいんじゃないこれで、うん、いいいい、これで焼いてみるわ、うん、じゃあこのババアを焼きたいと思います。はい、ご飯行きましょう。行きましょう行きましょう。はい、予約しております。何かな今日のご飯は。え、今日はね、ステーキですよ。ステーキ。ステーキ。ステーキですよ。いいじゃん。そなちゃんが爆睡しております。でさ、ちょっともう頼まれてたから渡すんだけど。何？あ、ステーキ。そなちゃんこれ渡す？そうだ。これ。そうだ。クローバー。え？四つ葉のクローバーよ。幸せの誕生日だから。クローバー。ババア。四つ葉のババア。四つ葉のババア。そ
え、なんで四つ葉のクローバー？だから四つ葉のクローバー探したの。だからなかったから、このクローバーの。え、四つ葉のクローバーなかった、四つ葉のバーバーくれたんでしょ。そう。あれ好きだ。